社長、うっす。質問来てます。はい。なぜ橋口君を採用しようと思ったんですか？聞きたい。橋口君はすんごいね、感謝の心を持ってるんですよ。何事に対しても、ありがたいなっていう気持ちがすごい伝わる。例えば仕事があること、仕事をさせてもらえるってさ、それだけで当たり前じゃなくてありがたいことじゃん。なんかやってあげてるとか働いてやってるじゃないじゃん。仕事をいただいてるわけじゃん。私も本当に高校生の時からそうだけど、高校生なんてさ使い物になんないじゃん、そんなに。その大学生とかその社会人に比べたらね、高校生が悪いとかじゃなくて。でもそんな何も知らない時から雇ってくれたバイト先の店長に本当にありがとうございますと思ってたし、なんか仕事があることに対する感謝とか当たり前のことへの感謝がね、やっぱできない人すっごい多い。なので橋口君は本当に自分できることだなと思ったので、ありがとうございます。